いや、バイエルン、バルサに負ける可能性全然あると思うんですね、僕も。うん。それよりも、インテルが、インテルが2連敗じゃなきゃダメなんだっけあ、バイエルンは確定してんのえ、じゃあさ、バイエルンがさ、じゃあ、バルサ行かしたくねえっつってさ、インテルに、あれしたらさ、負けってことえ全然なんかありそうじゃん。うん。しさ、なんかあの、あれ、30言ったら負けみたいな感じでさ、1人3までね、みたいなゲームやったことあるみんな。123456っって。で、26ぐらいになるとさ、もう26のやつが、 なんて言うかでさ、27っていうか28まで言うか、それで全部決まるみたいなのあるじゃん。あれと一緒でしょ、もう。めっちゃ厳しいな、それな。で、インテルってさ、なんかそういう時負けたりとかするよね、なんかね。絶対やるとか、そんな話はしてないですよ。だからそれと一緒だよねっていう。インテル時々あるじゃん。そこ負けるんかいっていうさ。だし、なんかチャビそんな持ってたりすんじゃん、なんか。で、かこ帰ってくんだ。ねインテルね、こんなにうまいけど、わけわからん時飛びこぼしてるイメージある。うん ただ、プルゼニが思ってる以上に弱いです。あ、そうなんだ。あれ、プルゼニバルサってどうなったっけ俺見てないんだ、プルゼニバルサだけ。あ、バルサ5-0で勝ってんだ。インテリ、セリアだと全然勝ってない。うん。だから、相手が引いてきた時の方が弱い説ね。プルゼニの頼りにならない。バルサが本当に強くなるんだ。まあなあ、でもまあ、チャビが今回した修正が、ちゃんとなんか、本質分かってした修正なのか、たまたま後ろサイドバック絞らしただけなのか。 あのだからあれ、デビュー戦のピルロみたいなさ、4、4、2、3、4、3回編で全員が生きる形になってるって思ったらさ、普通にストライカーいなくて、なんかが頑張ったらそうなってただけみたいなさ、もらったとったら全然そんな風になんなくなったみたいなあんじゃん。本質わかってたら今まで何だったんだって。いや、だから今日も始めたては期待したけど、そっから、いや、揺さぶんないんかいみたいな。ファイブバックにシックストップでいって揺さぶんないんかいっていうさ、 ちょっと4コマ漫画みたいな。あれ期待できるぞ。今日期待できるぞ。あ、揺さぶない、揺さぶない。揺さぶらない偶然の名采杯誰でもありますからね。1、2回。それでだってベニテスはシエル取ってますからね。でもさっき言ったさ、並んだら得失点差なのか直接対決なのかってどっちになった結局。ごめんね。聞いて。ああ、直接対決なんだ、そこは。トリーグと違うんだね。だからこそ今日めちゃくちゃ重要でした。いや、俺も勝つと思ったしな、今日は。インテル次勝ったら確定 だから、だからこれ逆にさ、プルゼニがさ、なんか頑張って引き分けたりとかしたらさ、インテルホームじゃん、プルゼニじゃん、めっちゃ守るって可能性あるよ。プルゼニの選手たちが引き分け以上だったらボーナスみたいな、バルサから出すみたいな、それダメなんだっけラリーガーだとあるんですよ、それやっていいみたいな。なんかそんなんがあったりとかすんのかねみんなで えー、追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。